待ってください。待ってください。待ってください。あなたはもしかして？待って、一旦逃げよう。一旦逃げよう。待って、今、あれ光ってんだよ。光ってんだよ。ちょっと待ってくれ。待ってくれ、鬼。消えないでくれよ。あの、ピカピカ光る。宝箱。あー、ちょっと待って。危ない。あ、終わっちゃう。待って、やだ。一旦仕方ない。消えないで、消えないことを祈ろう。消えない。消えないでくれ。頼む。まだいてくれよ。やだよ。え？まだいてくれ。こっち。よし！来たー！よし！よし！ゲットさん！あとは逃げるのに。ちょっと待って。今ね、これ。あーでも毒切りが早く青にいなくなってくれ頼む。いやこれ今回ボット部屋でよかった、マジでよかった。多分僕前動画内で言ったと思うんですけど、待って、なるずっとちゃんちゃんなってんだけど、早く行ってくれ。よし、いなくなったね。もう絶対僕部屋から抜けないって。やだやです、お願いします、助けてください。絶対僕部屋から抜けないって決めてるので、だからそのプレイヤー部屋だったらプレイヤー部屋、ボット部屋だったらボット部屋でやってました。向こう行ってくれ。よっしゃー、あー、いや、よっしゃー！挑戦しましょう！裏ステージ。やったよー！来たよー！さあ来いよー！やろうぜー！いやー、これはもう神回とつけていいでしょう。これは、問答無用でつけさせていただきます。もうどれだけ待ったことか、この瞬間を。もうこの瞬、あ、ちょっと待って、これダメだ。あ、ちょっと、あ、危ないよ。助かった。許されたけど、これいけなくない？あれ？どういくんだよ。あれ？これいけ？あ、こうか。オッケーオッケー。で、助けられる。まだいける。あ、無理だ。この配置は無理ですね。仕方ない。まあ、コングスキンゲットできたから、よしとしましょう。これ多分間に合わないので。はい。いやー、いいです。はい、じゃあちょっとスキン見てみましょう。来た。あった！コングスキン、ありがとうございます！やったー！よーし。いやー、ちょっともう、あー、バッテリー残量。もう、なんか、満足ですね。さあ、他の人はまさか僕だとは思わないでしょう。行きましょう、トラブリアン。まさかのトラブリアンですが。いや、本当にね、あー、OK。大丈夫だね。プレイヤー部屋だね。OK。さあ、初めてのコングスキン、嬉しい。いや、何が嬉しいってね、もちろんコングスキンゲットできたのは嬉しいんですよ。それはね、ずっと欲しかったし、もうもうなんか宝箱を無理やり開けなくてもいいって思うのあるんですけど、ヒカキンさんと一緒になれたっていうね。とりあえず、本当にどんだけ、あんた、ストーカーになりますよって言われても仕方ないぐらい、本当になんかね、その動画見た時に、ああ、いいなーって思ったんですよ。ヒカキンさんに続きたいって思ったら、ようやく、やったー！ああ、コングだー！みんなが持ってるコング、ほら、横、後ろ、前、うわっす、やりました、皆さん。これから、コングスキンを、持っていたら、僕だと思って、いや、僕だと思ってはダメだっけと、
まあ名前が大体ねトライアングルっぽい名前にしてるので、まあそれプラスまあコックガスガスマスティン、気分がいいガスマスティン、ありがとうございます。まあコングスキンか大仏か、モアイは最近ないかな、大仏かな、大仏コングスキン、まあそこら辺、あと限定スキンですかね、それこそ今で言う鯉のぼりとか、まあそこら辺もし使っていたら僕だと思っていただいて、思っていただいては違うけど、まあ今57レベルなのでね、まあそこら辺だったらまあもしかしたらあの手思っていただいてもいいかなと思いますが、いややっぱコングスキン操作しやすいね、ちょっと横が体がちょっと長いかなっていう感じはするけど、それでもやっぱりモアイとか大仏とかより全然操作しやすい。なんだろう、その大仏はちょっとでかくてね操作しづらかったんですけど、やっぱり言ってたようにコングスキンはそのいい大きさだから、なんだろう、操作もしやすいし可愛いし珍しいし、もう宝箱なんか気にしなくていいし、まあでももちろん宝箱狙っていきますけど、ガンガン開けるときはね開いていかないと。でおそらくもうこれが投稿されてる頃にはあの青玉ガチャがおそらくまあ新しくなってると思うので、で大仏以外のちょっと今撮影がね4月30日なんですけど、まあその大仏ガチャが明日かな、明日更新されて、まあ大仏じゃなくなったとしたら、まあ今何やって何、ああびっくりした、プレイヤーか、その大仏じゃなくなったとしたらおそらくもう宝箱いっぱい開いて青玉集めないといけないので、おーっとこれまあとりあえず瞬間移動さえしなければ、あちょっと待って今回ここじゃないんだ最終地点、ああなるほど、んどこだってことは最終地点はこっちか、おそらく牢屋かな、それともこっちなのかちょっとわかんないな、動きが、待ってこっちから来たら終わる、危ねえ、ちょっと待って、だいぶああここか最終地点、珍しいですね、前まで結構ここが最終地点ってことあったんですけど、なんか青鬼オンラインが始まった時はね、でも最近ちょっとなかったんですけどね、いやーコングスキンは気分がいいですね。さてじゃあここにいましょうか、とりあえず瞬間移動さえしなければここで逃げ切れるはず、でこれ多分重なってんのかな、3体重なってる可能性が多いね、ああああああ、お助けマウス、お助けマウス、宝箱ああいう時取らなくていいのに、噛んだで、今はちなみにあの青玉ガチャのがねもうちょっとで出るので、まあ多分ねそのまま大仏スキンだったらもうあれなんですけど、貯めてます累計の即引けるようにね、60個確かやればいいので、この時点でも50個あるのでまあちょっとそういうのいつでもできるようにね、で青玉もレベル3にしておいて準備すると、はい感じにしております。もう即2回ぐらい引ければね、でそれでね2回目で、あー多分これボットビアかな、2回目でなんと出たらね、もう私とらん、あー混雑してるな、じゃよしか、なんとか入れた、どうだ、いやーやっぱり待ちますね、一回一回待ってると。さあどうだ、これでおそらくプレイヤー部屋に入れるとは思う、よしなんとかいけた、よかったいやいいですねコングスキン、だからこれからねおそらくまあゾウスキンとかも、あでもなんか結構前にバグで出てきたからもしかしたらボツになってるかもしれない、なんかあれかな、もしかしてなんか前一瞬ゾウスキンが出てきたのってそのコングスキンとゾウスキンで作ってて、ちょっとゾウスキンが要はお蔵入りになっちゃったとかの可能性あるかな、だからもうゾウスキンはただの要はサンプルじゃないけどそういうのだったみたいな、ありえそうな気がするな。そしておそらくこれほとんどプレイヤーが少ない感じだと思います。それでは行きましょう。なんかそんな気がする、なんかコングスキンとゾウスキン一応作ったけど、なまあじゃあコングにしとこうかって言って制作段階でこのなんだろう、だから待機画面のそのゾウスキンの絵は作ったけど、あでもあれかバグでなんかそのなんだっけゾウスキンのそのイラストキャラクターイラストみたいな、それも前なんかバグで出てたから出てくるのかな、やっぱりコングスキンの後にみたいな、その激レアのなんかガチャで出てくるっていうより
これ宝箱からまた定期的に出てきますよっていう感じだと思うんだよね。コングスキンは今すっごい出現率上げてるので、おそらく、まあ、入れ替えのために、今、なんだろう、そのちょっと、なんだろう、言うとね、なんか、その、コングスキンを今のうちにもう排出して、ちょっとレア感をなくすみたいな。で、新しい、なんだろう、ゾウスキンかなんかにしたときに、コングスキンまだ持ってないのにっていう、なんだろう、ことをガスバスティンをなくすっていうことで、今出現率アップさせてるんじゃないのかなと思うんですけどね。で、コングスキンはおそらくまたなんか、この、裏ステージの宝箱の中に入ったりとか、その、なんだろう、それこそ青玉ガチャのね、復興みたいなやつで、コングスキンが出現するっていう風になりそうな気がする。さすがにこのままずっと宝箱を一生コングスキンっていうのはないと思うので、やっぱりね、さすがに増えてきたし、何よりやっぱり、そのコングスキンが出やすくなったっていうのはそういうことだよね。その、言い方悪いけど、よくゲームとかで安売りセールするイコールもう終わるっていう、傾向が多いと思うので。さあ、そして、まあ、おそらくでも今回これ青逃げしないといけないと思います。正直言うと。はい。ボット部屋ということは、まあ、青逃げしておきたいですね、多分。ほぼボット部屋ってか、多分全員ボット部屋じゃないかな、言っちゃうと。多分、青鬼だけ、ちょっと姿、変わってるけど、基本は、ボットだとは思う。だから、もうあとは僕はこうしてるだけで勝てるとは思います。いやー、ちょっと、申し訳ないですね。まあでも裏ステージ見せれるから、いいかなと。さあ、これで終わり、あれもう一人はどこだって、オッケー、まあ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 。裏ステージで、裏逃げして、見せましょう。見せましょうっていうか、行きましょう。よろしくお願いします。さて、行こうじゃねえか。トラブリアン、コングスキンにして初めての、裏逃げ、行きましょう。よろしくお願いします。さあ、そして最初カメハメハが来るからここに待機と。オッケー。で、最初はもう右か左に行くのが定石になりましたね。で、大丈夫。これは間に合うはず。で、問題は、ここはまだいいんですよ。ここはまだ優しいんですけど、次ですね。あ、ちょっと待って。これまずいかも。ちょっと待って、間違えました。大丈夫。あ、これ今行くべきだったね。あー、これダメだ。もうダメだ。これはダメですね。今下のトゲのやつがもう間に合わない。二つ石像がセットしてある状態で上の神鬼があの距離までいるってことは、もうどんだけ早くやっても間に合わないので。はぁ、仕方ない。まあいいや、コングスキンゲットできたし。はい、ということで、まあ、広告カットいらないということで、そのままパッて話しかけれるんですけど。まあということで、無事、コングスキンをゲットすることができました。そしてですね、おそらく、今動画を見てる頃には、もう5月1日の、14時。いやーでもギリギリもしかしたら、明日投稿してるかわかんないんですけど、もしかしたらね。まあ、今日か明日、昨日にはもう、実施されてると思うんですが、5月1日、3時まで、青玉ガチャなので、前回は、大当たりは大仏スキンのままで、周りの復刻が、変わっただけなんですが、さすがにもう大仏変わるんじゃない。あ、でもコングスキンの時も変わんなかったからなーモアイも変わってないしね。まあ変わんないかもしれないんですけど。まあちょっと期待して。ちょっと待ってみたいと思います。とりあえず青玉はね、レベル3にしとくので、頑張ります。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。コングスキン、ね、ゲットしておめでとうっていう方、よかったら、あんまり言わないんですけど、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。